はようございます。おはようございます。すいません、また発作に来てしまいました。あー、天候が悪い。ちょっと高浜に行く予定だったんですけど、全部断られました。ということで発作ですよ。今日はケンさんとタジリさんと3人ですね。どうしますか。ちょっと準備します。はい、準備ができました。2番に行きたかったんですけどね、ちょっと波がやばいです。なのでケンさんを、あー、2番に行きたいけど行けんな。あれ、あ、こんにちは。どうですか。餌も残ってきます。え、まだ餌も残ってきます。あ、ちょっと今どのぐらい入れてますか。3キロ。あ、3キロ。餌が残ってきたんです。はい、餌が残ってくる。なんか小魚がいるような。餌取り見ないと。この間めっちゃいましたもんね。あー、でも左に流れてますね。めっちゃ流れてません？左に。最後流れる。もうわからんと思うけど。光でももうわからない。一番から波が来るんですよ。どうですか、カジリさん。それ、竿なんですか。竿です。やっびゃ。え、いつの間に買ったんですか。この間も買持っとったやつが降りたった。へえ。だけなんか買わないと思い言って。それおいくら万円ですか。4万なんものすげえ。2キロ取っとった。はい、2キロ。4、うん、最高。ギャンギャン流し寄ったんです。うーん、釣り出した時はそこまで流れはなかったんですよね。っていうか、こんなに波がなかったんです。ケンさん人です。
めでとうございます。金さん人です。自然っぽいですね。ヒットです。あ、これはもしかして健さんやっちゃいましたね。ヒットです。健さんやばいですね。はい、死ぬか。おめでとうございます。あ、もう ショック、マジで釣れんです。はい、来た時より色悪い。おー、来た時はもっと透明感があったり。うわー、渋い。スレスレでした。
一緒に入れてもらっていいですか。あ、すいません。口の皮スルスルでした。黒だ。おお。でかいでかい。見して。おお、おめでとうございます。やっぱほらもうスルスルだ、うん、よかったよかった。なんとかみんな釣った。おお、回収です。今日は二次回収です。あ、バタバタで。はい、今日の釣果でございます。え、バリいつの間に釣ったんですか。バリが一応
すげえ。ありがとうございました。